はい、皆さんこんにちは。今日は、歌舞伎アーツボリューム2長展の、紹介を皆様にしたいと思います。こちらにいらっしゃるのが、浮世絵イラストレーターの長さんです。今回はよろしくお願いします。この歌舞伎アーツは、7月に、歌舞伎が新店舗に移転をして始まったプロジェクトなんですけれども、ボリューム1は、京都の近田屋源兵衛さんという帯商の方を紹介させていただき、今回は、10月3日日曜日から、10月31日まで、長さんの方をフィーチャーさせていただくことになりました。今回歌舞伎のために、書き下ろしていただいた作品がこちらになります。ね、女の子が振り袖着てスケートしてる超かわいい絵なんですけれども、渋谷のスクランブル交差点のところ、これなんか飛んでくるってやってるのは一応これトレフリップっていうスケーターの技で、はい、それを女の子がやるっていう超かわいいね。これよく見るとすごい細かくって、ここのこれセンター街の入り口の、そうですそうですね、そこに歌舞伎とか書いてあったり、某ブランドがこんな風になってたりここがこんなになってたり、すごいよく見るとめちゃめちゃ細かくって超可愛いんですけど、で実際にね、だからこの振り袖はうちで、作ってる、ドクロとヘビのデニム着物を、着せた絵になっててめちゃめちゃ可愛い。でこれはご希望によってお名前をね、そうですね、入れることが、はい、そううちで振り袖を買っていただいたお客さんの名前を入れようっていうのを最初ね考えて、でここにご希望の方にはそのお名前を長くんが入れてくれるっていう作品になってます。はい、あと今回は扇子も、3型作ってもらいました。扇子は、京都の宮城梅泉庵さんで、作っていただいたんですけれども、それぞれ、長君の作品を、こちらがそうですね、この「寺べっぴん」っていう作品と、うん、これは「美州富士見わら」っていう北斎の有名な作品のサンプリングしたやつと、これは「サーフィンの図」というやつになってます。全部かわいい。これとか普通にこうやって仰いでたらめちゃめちゃ可愛いよね。うん、で、そう裏には、歌舞伎のロゴが入ってます。可愛いじゃない？で、今回は扇子を飾って楽しんでもらおうっていうことで、扇子スタンドもオリジナルで作りました。長野のアトリエ M4 さんに頼んで、何度も試作をして作ったんですけれども、すごい素敵な木で木製のスタンド、こんな感じに飾れます。作品紹介の前にそもそも長くんは、はい、いつからこれやってるの？浮世絵風に描き始めたのがだいたい25歳ぐらい、何年前？今38なんで、もう結構13年、それぐらい経ちますね。もともと何きっかけで浮世絵？まあその時に銭湯で住み込みで働いてたんですけど、銭湯で住み込みで火焚いたりして、掃除とか掃除もしてました。番台も立ってました。そうなんだ。でその時バイト先の先輩というかで、なんか紹介してもらって住み込みで働いてくれて、でそこでこう浮世絵風の広告作ってくれないと、銭湯の広告、そうですね、でそこからもう浮世絵にはまっちゃってな感じですね。で自分が好きなストリートのものを合わせて描き始めたって。スケートはその前からずっとやってる？やってました。はい、若い時、20歳ぐらいの時から。はい、そうなんだ。まあなんかね、結構今こういう漢字の絵描いてる人たくさんね、他にもいらっしゃるけど、私もともと多分歌舞伎始めてすぐぐらいの時に友人から紹介してもらったのが「ブリブリ娘」っていう絵で、いや超かわいいんだけどって思って、私確かインスタでいきなり DM 謎の DM を送って「この絵はどこで見れるんですか?」とかって言って、でそれが多分ファーストコンタクトだったんですね。でそこから多分だから7年越しぐらいでこういうことができてめっちゃ嬉しい。そうで、作品の紹介ちょっとしてもらおうかな。はい。うん、基本的に、うん、広重とか北斎とか有名な作品を使って、それをもうスケートのスポットと見立てて、もう江戸の人たちがスケボーをするというコンセプトでスケート100景っていうことで絵を描いてます。はい、今100景中何景ぐらいまで？いやもうでもそんなにまだないですね。5、6個ぐらいかな実際。はい。ね、もう結構細かいところ見てるとすごい面白くて、隠し要素というか、そういうのがね、探してもらっていろいろ発見してもらえたら嬉しいな。ね。そう、この辺はスケートとはまたちょっと違う。そうですね、自分が好きなそのストリートっていうかカルチャーというか、好きな自転車とか音楽とかいろいろ混ぜて書いてます。こっちも有名な北斎の「皿屋敷」っていうお菊さんの有名な四谷怪談という有名な曲なんですけど、それを DJ 風に見立てて超かわいいよね作ってます。これとかももう江戸の人がマップで絵を描いて休んでるとかポテトチップスとか出てるし、ピスト娘のこれめちゃめちゃ可愛いよね。こういう子が本当に今いたらすごい可愛いなって思う。あ、見たいですね。ね、若い子にこんな風に着物着てピスト乗ってもらいたいな。そうで、私ちょっとこのピスト娘大好きなので、今回扇子とあとこの手ぬぐいをオリジナルで歌舞伎アーツで、作ったんだけど、こちらがやはり3型、ピスト娘とあとこれがバックインザデイとチル美人、はい、でそうこれもねピスト娘じゃじゃん。このグラデーションがねすごい綺麗に染まって、私的にはすごいもうなんか使うのもったいないから額装して飾りたい。そうもともと額装しようっていう企画があったので、今回は額もオリジナルで作って、こちらを手ぬぐいとして買うこともできるし、額装してお買い上げいただくこともできるので、それはお客様が選べるんですけれどもね、もう実用品というよりアートとして飾ってくれたら嬉しいな。かわいい。で、今回この掛け軸シリーズも作ってくださったんですよね。これは初めて掛け軸。そうですね。はい。一応このチル美人は色紙も一応あって、一応掛け軸バージョンも作れますよということで。ね、すごい素敵よね、掛け軸にするとね、迫力も出る。迫力飾ってもらえれば嬉しいなと思います。で、真ん中のこれはスケボーの一部を使った額になってて、はい。可愛い。もう一点物なんでね、スケボーっていっぱい出るじゃない。うちも息子のさスケボーがすっごいいっぱい積んであって、これ何に使うんだろうってずっと思ってんだけど、こういうふうに使うといいわよね。再利用してね、かわいい。これも一応色紙だけでも売ってるんで、ね、これでも本当実物ぜひみんなに見てもらいたいんで、お店の方は10月3日から、31日日曜日まで長くも来れる日あるかな。はい、来ます来ます。はい。その辺はじゃあ SNS でまた、報告しますね。で、あとカプキのオンラインショップの方でも、10月3日から、ご購入いただけるので、全商品、皆様ぜひそちらもご覧ください。お願いします。それでは今日はありがとうございました。お願いします。